それじゃあこのハート型の鍵を。たま、それミカタの部屋に持っていくつもりなんだ。ああ、そうだけど。だとしたら無理なんだ。どうした？貴様は幽体やから、部屋から部屋へと自由に行き来することができる。だが鍵は物質でできているから、壁や床や天井をすり抜けることはできないのだ。ミカタン自身が鍵を手に入れる必要があるって。じゃあどうすればいいんだよ。簡単なことだ。鍵をミカタンのところへ持っていけないなら、ミカタンの方を鍵のあるところまで連れてくればいい。つまりナルギノをこの部屋へ導けばいいと。そういうこと。だけどどうやって。隣の部屋から聞こえてきたみたいだね。ラブラが帰ってきたのか。あー、ゴン様、ゴン様。何してんだよこいつ。さあ、今日もお肌すべすべですのね、ゴン様。彼女の名前は秩父ラブラ。職業は霊媒師。彼女は俺の姉、入り立つアキナの親友でもある。二人はニコニコ生放送、いわゆるニコ生を通じて知り合ったらしい。ラブラと俺の姉は共に生主だったようなのだ。俺の部屋の様子を203号室のノートパソコンで見ることができたのはこのため。俺の姉は他人に私生活を見られることで無常の喜びを感じるという奇特な性癖を持っている。この盗作した欲望を満たすため、姉は室内に複数のカメラを設置し、24時間休むことなく、そのカメラで撮られた映像をライブでニコ生に配信していた。だから言ったのだ、あいつは変態だと。
もちろん俺は引っ越してからすぐに配信用のパソコンの電源を落とした。だがカメラはそのままにしておいた。姉が戻ってきた時になんやかんやと文句をつけられるのが嫌だったからだ。そのカメラで撮られた映像があれだ。なぜニコ生にアップされていたのかはわからない。俺の体を乗っ取った奴が自分でパソコンを立ち上げたのだろうか。それともチラノスケが。とにかくそんなわけでラブラと姉はニコ生を接点として知り合い、すぐに意気投合。互いの放送に出演したりされたりする関係になったようだ。当時姉はすでに古来館の住人となっていたが、ラブラの方は別の場所に住んでいたらしい。そのラブラが姉の部屋を訪れて行った。いいなぁ、私もここに住みたい。だったら住めばいいじゃん。部屋空いてるみたいだしさ。かくしてラブラはこの古来館の住人となった。姉が俺にラブラを紹介してくれたのもこの頃。ラブラとは結構長い付き合いになる。うわぁ、何が IT ベンチャーの CEO よ。偉そうにしちゃってさ。また振られたんだ。またって言うな。それに振られたわけじゃないし。じゃあなんだよ。女の子とね、一緒に歩いてるとこ見ちゃったの。それだけ？手をつないでた。こういうのじゃなくてこういうの。ラブラってさ、処女なの？はっ、はぁ、処女じゃねえし。姉貴から聞いたんだけどさ、誰とも付き合ったことないんだって。ふん、私生活を24時間生配信してた女に言われたくないわ。確かに。でもなんで突然アメリカ留学なんて言っちゃったんだろう。愚痴を聞いてくれる相手は。ゆうたん聞いてよ、その IT ベンチャーのエロガスがさ。ゴン様、緊張してるんですか。こんなにガチガチに固まっちゃってかわいい。とにかくこれでコマは一つ増えたのよ。ミカタ、メイカ、それからこのラブラ。味方もメイカの部屋に導くのら。なあ、チラノスケ、いたずらを仕掛けてナルギノをメイカの部屋に導けって言うけどさ、具体的にどうやったらいいんだよ。
みたいにいたずらを仕掛けたって驚かすことがせいぜいだろ。人を別の場所に移動させるなんてどんないたずらをやればいいんだよ。ただいたずらしただけじゃダメだろうね。いくつものいたずらを有機的に連鎖させない。いくつものいたずら連鎖、それを説明する前にいくつか覚えてもらうことがあるんだ。まず今度は一つの部屋だけではなく複数の部屋でいたずらを仕掛ける必要があるな。早速部屋を移動するのだ。ミカタンの部屋で待ってるだよ。迷わず来られたようだね。こうやって複数の部屋を移動しながらあちこちでいたずらを仕掛けていくのだよ。次に覚えてもらうのは部屋の中でも低い位置への移動だ。さっきは高い位置だけの移動だったけど今度は低い位置へも移動していくのだ。そうすることで床とか低い位置にある場所へもいたずらが仕掛けられるようになるのよ。ただし、なるほど、低い位置へ降下すればいたずら対象が増えるわけだな。あ、まだ説明は途中だ。私の鍵はどこ？うわ、ナルギノ、お前なんて格好してるんだよ。ごめんナルギノ、俺そんなつもりじゃ。ユウタ、二度続けて興奮しちゃダメだ。目をそらすのだ。ここまで来れば平気だろう。
白之助、これは一体。全部貴様のせいなのら。え？貴様のせいで人類は滅亡してしまったのら。くれぐれも二度続けて興奮しないようにって言ったのに。ごめん、意味がわからないんだけど。ああ、仕方がない。説明してやろう。貴様は女性の下に、おパンツ様を目撃すると興奮の度合いが極限に達し、超人的な力が発揮できるようになるら。どうしてそれを。貴様のことなら何でもお見通しなのら。だけど極限はあくまでも極限ら。それ以上はない。したがって超人化してる最中にさらなる刺激が加わるとリミッターが振り切れて貴様の意識はぶっ飛んでしまうのらよ。ちょうど電気のヒューズが飛ぶみたいに。これがおパンツ様を連続的に見ることで貴様が気絶してしまう理由。ああ、確かにそうだ。認めるよ。でも、だから何だって言うんだ。そのことと人類が滅亡したこととどんな関係が。わからないのら。わからねえよ。ったく、鈍いやつらな。要するに、貴様が気を失いさえしなければあの小惑星が地球に落ちてくることはなかったってことらよ。待て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 。全くこれっぽっちもちゃんとした説明になってないぞ。俺が気を失うとどうして小惑星が落ちてくることになるんだ。おい、ふざけてんのかてめえ。とにかくやり直すなら。やり直す。言ったら。幽霊や幽体は時間に関する物理法則が適用されない存在だと。したがって幽霊や幽体は時を自在に操ることができるのらと。つまり過去に遡ることができると。その通り。
だけど。いいから、シノゴの言わずにさっさとやり直すのだ。目下の最優先事項は、ナンダーラ・ガンダーラを手に入れることにある。そうすれば、貴様は肉体を取り戻し、万事円満に解決するのら。さあ行け、入り立つ幽丹よ。時の流れを遡り、ミカタンを名家の部屋へと導くのら。Thank you.
これまでの説明を踏まえていよいよ本題のレクチャーへと進むらよ。説明した通り、味方にハート型の鍵を見つけさせる。つまり指令を達成するためには複数のいたずらを連鎖させる必要がある。いたずらを連鎖させる、いわゆる風よけ現象を起こすことが次に貴様が取るべき行動だ。風よけ現象？聞いたことない？風が吹けば桶屋が儲かるって江戸時代にできたことわざ。あ、知ってる。あれだろ？風が吹くと土ぼこりが立つ。土ぼこりが目に入って失明する人が増える。失明した人は江戸時代では三味線を弾いて生計を立てるしかないから、三味線がたくさん売れる。すると三味線が売れすぎて、その材料となる猫が大量に狩られる。猫が減りすぎてネズミが増える。増えすぎたネズミはあちこちの桶をかじって穴を開ける。桶の需要が急激に高まって桶屋に大量発注。桶屋儲けまくり。猫がジェノサイドされまくる超絶スペクタクルホラー満載のお話で、違うだろ。もとい、ある出来事が巡り巡って思いもよらぬ物事に影響が出ることだね。それが今回とどういう関係が？わからないかな。要するに桶屋を儲けさせるために風を吹かせろってこと。桶屋、すなわちナルギノを名家の部屋に連れていくために、風、すなわち何かのいたずらを仕掛けると。そうそう、それも何段階にも連鎖させながらね。都合よくできるか？しかもいたずらで。それができてしまうんだな、都合よく。実際にやってみない？ほら、習うより慣れろって言うじゃん。
しても混乱するだけだしね。わかった、じゃあやってみるか。ああ、そうそう、ここでも貴様が使える霊力の回数には限りがあるからね。霊力を使い切る前に必要ないたずらを仕掛けないと打ち止めで手詰まりになってしまうのら。やつだな。隣のメーカーはうるさくないのか。あ、留守電が入ってる。依頼かしら。一件の新しいメッセージがあります。最初のメッセージ、今日午後9時25分のメッセージです。あの除霊の依頼したいんですけど。あ、すみません、またかけ直します。もう何よ。連絡先ぐらい入れなさいよね。
これ完成させてやらんとあいつの負担軽くしてあげたんさかいな。それはそれとしてナムラはまだ帰ってけえへんのかな。ナムラに伝えなあかんことあるんやけどね。メイカはラブラが帰宅してることに気づいてないの。あんなに想像しく人形とじゃれ合っているのに。そうか、あの工作機械の音が騒がしすぎて隣のラブラの部屋の物音が聞こえてないの。引き出しの鍵はどこ？ハート型の鍵やーい。電話だ。誰だろう。葵ちゃん、ミカちゃん久しぶりだっきゃ。元気でら。うん、元気元気。葵ちゃんはだから大間のマグロ見てだってよく言われる。で、どうした？うん、あのさ、来年の1月1日から舞台やるんだべ。寿司だっけ。テレビの告知で見たよ。あ、見てけたんず。ありがとう。それで冬休みに見に行くかなと思って。いいし本当にいいって。
と挨拶しに行ってもいい？もちろん、こなだこなだ。だわ、お言葉さん前で。
ダメだ、やっぱり壁が邪魔で鍵を部屋から持ち出せない。とはいえ今の俺の霊力ではドアを開けることはできないし。部屋の状況が変わったのら、きっとこれは正解だよ。これっぽっちの変化で影響が出るのか。必ず出るはずらって。この調子で他にも探すのら。もう霊力がない。いたずらを仕掛ける力が足りなくなってしまった。どうやればナルギノを名家の部屋に導けたんだ。おかしいな、本棚の上とかにあったりするんだべか。しまった。またしても人類は滅亡してしまったのら。貴様は下手くそなの？浪費からの？それとも早漏らの？もっとも今の貴様は立つ力もないけどね。くっそー、ムカつくが言い返せない。いいらか？貴様が使える霊力の回数には限りがあるのらよ。
霊力を使い切る前にイタゴラの連鎖をスタートさせるのら。もちろん下ごしらえも余すことなく済ませてからの話らけど。わかったらとっとと時間を遡ってやり直すのら。では今度こそ人類を滅亡させずに指令を達成するのだ。しもた、故障かいな。なんや、この気色悪い声は。お、ラムラか。いつの間に帰ってきたんやろ。そうそう、うちラムラに伝言あったんやった。ほな行こか。
検査を起動するのらね。ああ、キッチと出るか、京都出るか。あとは運を天に任せるのら。邪魔するで、ラブラ。メーカー？いきなり何を？お前に用事があってな。っていうか、何しとんねん。人形と抱き合ったりして。なんでもないわよ。これは霊媒の修行の一環で。それより何よ、伝言って。まあええわ、預かった伝言ってのも他でもない霊媒についてや。ラブラに除霊の依頼や。お前が留守の間に来客があってな。詳しいことはこの手紙に書いてあるらしい。はいはい、何でもいい？助けてください。この家何かいるみたいなんです。多分タニシの霊だと思います。そのタニシが夜な夜な私の耳元でささやくんです。死にたい、死にたい。本当なんです、信じてください。またこの手の相談か。憂鬱だわ。断ろうか。いえ、受けるわ。仕方ないわよ、仕事なんだし。借金を返すために襟好みなんてしてられないし。ありがとう、助かったわ。ほな、うちは行くで。なんや、工具が壊れたみたいやから、修理パーツを物置に取りに行かんと。だってきっと除霊の準備に取り掛からないと。
まずはお塩ね。確かまだキッチンにたくさんあったはずだけど。何よこれ、塩入れがシンクに落ちて台無しになってる。参ったわ、買ってきてもいいけど面倒なのよね。あ、そうだ、味方に借りに行こう。ねえミカタン、お塩貸してくれない？マグロさん、これがライオハンバーガー、ずいぶん遅いな。え？そんなことよりもラブラさん、大変なんです。どうしたの？机の引き出しが開かなくなっちゃったんです。何か引っかかってるとか？そういうんじゃなくて、鍵がかかってるの？はい。だったら鍵を開ければいいじゃない。その鍵が見当たらないんですよ、なくしちゃったみたいで。それはそれはご愁傷様。人事みたいに言わないでください。だって完全に人事だもの。友達が行く予定だったバーベキュー合コンが雨で中止になったぐらいに人事だわ。うん、冷たいな。何か大事なものでも入ってるわけ？ものすごく大事な本が。本ね。ラブラさん、一緒に探してくださいよ。何を？鍵ですよ、鍵。ハート型の鍵です。どうして私が。お願いしますよ、ラブラさん。わかったわ。それじゃあ私はキッチンの方を探すわね。お願いします。何これ。ねえミカさん、こんなものが落ちてたんだけど。もしかして鍵ありました？それは見つかってないんだけど。キッチンの床にこんなメモが落ちてたの。何？今日中に先月の家賃を払うこと。
私は何ヶ月分も滞納してるけどさ。はい、仕事が忙しくてつい後回しになって。それで今日は必ず払おうって今朝メモに書いておいたんですけど。でも今の今まで忘れてたのね。早く払いに行った方がいいんじゃない？ほらメーカーってお金にはうるさいじゃない？そうですよね。私すぐに払いに行ってきます。メイコあれ？いないじゃん。ん？あった！これだ！机の引き出しの鍵！でも、なんでメイコの部屋に。まあ、いっか。とりあえず部屋に戻って引き出しを開けてみよう。おかえり。ただいまんもす。でどうだった？じゃーん。メーカの部屋にあったの？はい。どうして？そう。とにかく試してみますね。ちゃんと引き出しが開くかどうか。いよいよだな。うん。この中にナンダーラ・ガンダーラが。これは。
ンチライン。パンチライン。パンチパーマとチラシ寿司？舞台のミュージカルの本なんです。本っていうか台本よね。あ、ラブラさん知らないんですか？業界用語では台本のこと本って言うんですよ。おい、チラノスケ、話が違うじゃねえか。って、いない、いなくなってる。くそ、逃げやがったな、あいつ。舞台、来年の1月1日が初日なんです。なのに私、まだ覚えてないセリフがあって、だから稽古しなくちゃいけなくて。わかったわ。でもいくら大事な本だからって引き出しに入れて鍵までかけなくたって。それが鍵をかけた覚えがないんですよね。じゃあメイカがかけたってこと？かなぁ。そうじゃなかったら侵入者がいたってことになるわよ。それはないと思います。この古来館のセキュリティは万全ですから。どこが？見た目がボロすぎて安全というか。こんなところ泥棒さんが狙うわけないですよ。そもそも泥棒さんって鍵を開ける方が仕事でしょ？鍵を閉めていく泥棒さんなんて聞いたことがないです。でもストーカーだったら？ミカタン、こんな大事な本を鍵をかけずにしまっておくなんて不用心だな。僕が代わりに鍵をかけてあげよう、グヘーみたいなさ。気持ち悪いこと言わないでくださいよ。だけど一応アイドルなんだからありえないことじゃないでしょ。一応って、私こう見えてもシーズメイの人気投票で5位に入ってるんですからね。何人のグループだっけ？8人です。
とにかく私のところにストーカーが来るなんてありえないですよ。1位のクミちゃんのところだったらまだしも、私にはそんな熱狂的なファンなんてついてないですし。そうなの？はい、クミちゃんのところに送られてくるプレゼントってすごいんですよ。ラジオで武田信玄が好きだって言ったら、新潟のファンから大量の塩が送られてきたりとか。早く結婚したいなって言ったら、リボンをつけた生きた豚が送られてきたりとか。一体どこの国のプロポーズだよっていう。他にも7つ揃うと夢が叶う玉が4つ送られてきたこともあったみたい。どうせだったら全部揃えてから送ってほしかったよねみたいな。はあ、アイドルって大変ね。恋だってご法度なんでしょ？ミカタンって17歳だっけ？はい。高2よね。そうです。いわゆる思春期ってやつだ。多分。ううん、そうじゃなくて、旬の始まる時期と書いて思春期。17歳は最初の恋の旬なのよ。恋に旬なんてあるんですか？あるわよ、人生に2度。カツオみたいなもんね。身の引き締まった春の初ガツオと、こってりと脂の乗った秋の戻りガツオ、どちらもそれぞれ独特の風味があって味わい深いものだわ。おかしい？だって恋をカツオに例えるなんて、そんなの初めて聞いたから。でも我ながら言い得て妙だと思うけど。ほら、カツオって回遊魚じゃない？恋も巡り巡っていくものだから、そんなところも似てるわ。あとはいい出汁も取れるし。そう、恋は人生の出汁、旨味成分。恋のない人生なんて、味噌を溶いただけの味噌汁と同じよ。なのに恋ができないなんてかわいそう。
初ガツオは春にしか食べられないのよ。ファンのためです。それは建前。本当はしたいんでしょ恋。それとももうしてるとか。してないですよ。見つけようともしないの。そういうこと、事務所がうるさいから。その割には一人暮らしは許可されてるのね。それは大家が社長の知り合いだからで。メイコが？はい。へえ、そういう外交的なスキルもあるんだ、あの子。幼馴染なんだっけ？幼馴染っていうか、まあそういうことになるのかな。小さい頃からよく知ってるし。ところでラブラさん、何しに来たんでしたっけ。お塩を借りに来たの。